プロスベース。さあ、ということで、オリンピック、真っ只中ですけども、今日のプロスピは、契約書、大開封ね、やりたいと思います。まずはね、ちょっとこちらを、ご覧ください。これはね、ちょっと前に撮ってた、ゴールド契約書、10枚のね、結果です。まあ、最近ね、ゴールド契約書も、S がね、全然出ないの。結局ね、B ばっかりで、10枚やっても、A が1枚ね、出れば、いいんじゃないのかなっていうね、ところがね、続く流れで、ここでね、もう、スキップ連発です。ね。結果は、オール B。じゃあ分かったと。じゃあ、ちょっと 30% のね、契約書とかあったんで、じゃあそういうの当てていこうと。最近 30% も、全然ね、当たんないけど、おー、ここで、この演出は、やっと S が当たるんじゃないのかっていうところでね、やったぜと。久しぶりの 30% 契約書で S 出たと。さあ、なんだっていうところでね、ゲンジ。ね。ゲンジです。じゃあ続けていこうと、いうところでね。まあこれね、その時持ってたやつを、ちょっとね、全部一気にいこうっていうね、この流れがね、来てる中で。ゲンジ、持ってるけど、ちょ、オーダー入ってこないよね、多分ね。ファーストね、いるからね、でここで S ね。絶対当たる S ね。誰が来るんやってね。いいの来てくれと。俺が欲しいのはもうマー君と坂本やと。ね。ここがどうしても欲しいんやと。ね、言うとこ、あと吉田正尚欲しいんやと。あとは千賀。あと山本由伸欲しいんやと。いうところで、じゃーんと。大城。ね。大城。キャッチャー森友哉がいるんだよね。よし、もう一個の S 契約書あったと。これも言っとこうと。もうね、全部大放出。これはね、もう過去にあったやつです。今やってるわけじゃない。動画ね、とりあえず撮っとこうっていうやつでね、撮ってて、頼むから、そこら辺来てくれと。坂本、吉田正尚、ね。マーク、千賀、山本、ね、相沢、キャッチャー祭り、っていうね、ところです。はい。で、お、まだ 10% 契約書残ってんじゃん。とりあえずやっとこうかってね。まあもう、勢い乗って、S 出ようよとね。とりあえず、やった結果ね、もう、打ち止めでーすみたいな感じでね、当たったのがこちらです。じゃーん大抜きね、経験値に変えていこうというね。これがね、以前やったやつですよ。さあ、今回はですね、夏の大感謝祭企画、プロスビー魂キャンペーンのプレゼント。それで、1、2、3、4、5、6個のね、30% S 契約書が、してますので、これで運試しをねしていこうと。でもね、その前にこちらがねちょこちょこあるのよ。じゃあこれやっていこう。さあやっていこう。まず1回目、 10% 1割台だからね。1割台だったらね、なかなかヒット打つことないんで、まあ 90% のね、まあ A が出ちゃうんじゃないのっていうところでね、淡い期待を描きながらね、はい、きっちり、ね、ありさとね、A でも欲しい。さあ、もう一回。A でも欲しい、A 欲しいよね。さあ、やっぱ9割、9割打者。A ランク契約中の9割打者の打率が高いね。もうダメか。さすがに。くっ。お、涌井。涌井はいいね。涌井は欲しかった。でも S の涌井も欲しい。で、まだ 10% 契約書。ね。10% 契約書だったらでかいんだけどね。来い。全然光って勝っていい。まあもう 10% はね、何気に里崎的にもそんなに期待してませんよね。どうせなかなか来ないでしょうとね。勝谷タカチャンネルズ 30% 契約書、レッツゴー。まず1つ目、3割打者はね結構打つよ。3割打者結構打つよ。おい、凡退？ 1 打席目アウトかも。1打席目三振。2打席目2打席目は動きもまあ変な。まさか S0 枚はないやろ。3割バッターがノーヒットは。2打席目かも。三振。今2打数0安打です。3打席目
3打席目そう3割バッターかお前おい3割バッターおお来たこれは来たよこれはもう確定やろはいそう来た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 頼むよ坂本マー君来たら最強よ誰だカモサンズまあまあまあサンズどうなのサンズどうなのいいのチャンス効果変わったあ得のがいいねサンズサンズねまあまあいいでしょう3打数1安打ねさあ4打席目ああこれは問題なのかハッピーサンズみたいよねホームラン打ってカットイン起きた来た来ました来ました来いいお泉いいらしいのよオッケー今ねエースだって泉なんかあのVIPさんの動画で何気に泉がいいっていうのをね聞いてイエスイエスツーベースホームラン欲しいね今4打数2安打いいねレッツゴーカモン今4打数2安打よなお光らない勝手に割れガラスを割れガラ目の前のガラスを割れまあ余るおこれはいいね悩んだでも今5打数2安打さあ6打席目5割打者になれるのか今5打数2安打ね半分来たら最高やろ5打数2安打ふーお来たこれは来たこれ確定だよねこれは確定だよねよし来た6打数3安打さあ欲しい人特営なんか来てくれ満塁ホームラン初期まあ、いい選手だけどね。ゴールド契約書いっとくか。いっぱいあるから。ね。この流れに乗って。10、OK。ゴールド契約書。レッツゴー。この流れに乗って、S の今、S の電波が来てるはず。S の電波。S の。あ、これ A は来たか勝手。勝手に目の前のガラスを割れ。割らねえ。あ、サムラ。サミデスパイン浅村原樹里太田宇佐美二谷上林牧田うーんよし本日のメインイベントねちらっと見えた人もいるかも分かりませんけど今ねいっぱい契約書持ってるんだよ俺いっぱい取ってまだねちょっとずつ上げてるの本日のメインイベント対決石橋貴明のプロスピオ誰がリターンズ累計12万ポイント達成の報酬です S ランクこちらで欲しいのしっかり当てますねマー君吉田正尚千賀山本由伸丸でもいいねあとロッテで言うと松田とかもね欲しいんだよねさあここで当てましょう最後はねハッピーに終わろうね。レッツゴー。さあ絶対に当たります。あとは誰か。さあ。ホームランで逆転サヨナラのチャンス。初めて見たな。カモン。頼むよ頼むよ頼むよ。浅村でドン。木の卓。結局キャッチャーバック。いっぱいほぼいっぱい取りました。ということで、皆さん、このプロスピ動画をね、佐々木チャンネルを楽しんでもらって、また、東京オリンピック、応援しましょう。野球は、明日、日本対ドミニカ戦です。佐々木、ドミニカ戦もしっかり、総チェックいたしますので、皆さん、ご期待ください。それでは、今日は良かったのか悪かったのかよくわかんないけども、まあ、6枚中3枚だったんで、オッケー!